OK できたね。エーメンツさん、パンダ一生さん、お父さん、僕さん、ツタンさん、ウルトラ隊員さん来てくださってありがとうございます。おはようございます。高野梨子のすずみすでございます。ちょっとね、今メイク中でございまして、あ、エイティさん、キサラさん来てくださいました。おはようございます。こんにちはなのかな、ね、おはようございますかな。おはようございます皆様。クロエさんも来てくださった。パパパさんもおはようございます。モコニャンさん、破壊をありがとうございます。おはようございます。サマリーさんもヤッホー、おはようございます。金魚さんもおはようございますね。マルルンさん、デコデコすっちゃおはよう、とおはようございます。めっちゃデコ出てる。めっちゃ顔だけ白いんだよね今、ファンデーションだけしか塗ってないから。ファンデーションさん、ほぼすっぴん乾いた、ありがとうございます。めちゃめちゃね、ちょっとデコが光り輝いておりましてそうなんですよね。あのね、本当はね、メイクね、あのまあ結構バッチリでね、皆様にこの配信上でお会いしたかったんですけど、今日私ね、すごいね、なんかね、私ってね、あの7時にはね起きてる、いつもね7時にはね起きるっていうね生活をしてるの。まあ学校もいつもさあるし、なんか生活習慣崩れちゃうじゃん。であと普通に7時じゃないな、7時半ぐらいまでには絶対起きようとしてるの、休みの日もね。今日はね、なんかね、なんか起こしてもらったらしいんだけど、本当に記憶がなくて、そう起きれなくて、気づいたら10時、やばーみたいなやばい、本当に最近ねテスト勉強でね寝てなかったの。そしたらさ、ここで来たよね、本当にね悲惨って感じだから、そうギリギリになっちゃったんだよね。そう、配信はもう今日は諦めるかとか思ったんだけど、なんかね、なんか一回やろうかなって思ったら、なんかね、やりたくなっちゃったよね。はぁ、あ、寝ちゃったよ。金魚さん、サマリさん、あ、いや、これ読んだ、ごめんなさい。菊池さん、マジックさん、アイニュキマさん、ピエルさん、ショーンさん、ラムチーさんね、来てくださ、ゼロさん、シーズさんね、来てくださいました。おはようグルトーとね、ゼロさんありがとうございます。そして皆さんおはようございます。ツさん来てくださいました。スチャイライネットありがとうございますね。褒めていただけただけで私はもうハッピーハッピーでございます。ツさん、なんかつえかな、ありがとうございます。クルルワでね、今日ね普通にね、あの起きるのが遅かったね理由でね、普通に時間がねあんまなくて30分の配信となっておりますが、よろしくお願いしますね。ね、おでこヤッホーとね、ションさんそう、あ、つかささん、お待ちしております。お待ちしておりますね、待ってますので。ラムチスさん、たまには半日ぐらい寝るのも大切だよって。でもね、私ね正直ね、あの昨日寝るのが遅かったんだよね。そう、皆様とさ、私ってさ、お別れしてるのってさ、いつもさ8時じゃないですか、20時。このあのあと結構起きてるんだよね勉強ねしてるから、まだテスト終わってなくて、そうテストがねあるんですよ。だからちょっと配信もね短くなるかもしれない、テスト終わるまで、ね、ここで謝っとく、申し訳ございませんませ日本語おかしいね、ちょっとメイクだからねしながらとなりますね、許してくださいびっくりした、本当にねびっくりしたよ。私は起きたらね、あのね、もう一回起こしに来てくれたんよ家族が、ね、そしたらねすごいね時間がね、もう本当にねうわおって感じでね、びっくりだよね本当に。アキさん、トミーさん、完熟ヴァンパイアさん、ウナさん来てくださいました。おはようございます。こんにちは。アリさんもおはよう、破壊をとありがとうございます。おはようございます。ヒロさん、キュウさん、おはようございます。そしてレナさん、はじめましてかな？レナさん、でも、あ、ひなちゃんのアイコンにしてはりますわ。かわいいじゃないですか。え、ひなちゃんのだよね、多分。うん、ひなたまだ。ね、おはようございますね。スーです。よろしくお願いしますね。ちょっと、はじめましてでメイクなんかしながら申し訳ないと思いますが、ごめんなさって。よしよしよしよ。ね、メイクをねしていこうと思います。今日ねライブあるからね、あ、でもちょっと待って、先に濃すぎたらどうだろう、電車乗ってる時とかにみっか、誰も見てないよ。あ、あかねさん、モリリンさん、おはようございます。ヤッホー。そしてウルトラタインさん、ボムテンねえ、ケイさん、おめでとうございます。ありがとうございます。高値満たさに購入しました。やった、ありがとうございます。破壊王のこと書いてありました。と、ありがたいでございます。私のね、家もね、買いまして。そうでね、ネットで買ったんだけど、なんか待てなくてね。っていうか、待てないというか、なんか道でね、道じゃねえな。道にあったら怖いな。あの、普通にね、お店で発見したからね、買ったらね、家に2冊があるという状態ですね。
家に今だから私ね、ボムさんの12月号が2冊あります。よしよし、うん、いいんじゃない。ちょっとメイク今日は濃いめです。なんでもわかんないかな、配信じゃなかなか。そう、初インタビューだったの。あれ緊張したよ本当に。もうめちゃめちゃ緊張したよ。よし、涙袋、これ一発だから。はっ、いいよ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 。よし、いいよ。あー、ちょっと長すぎた。あー、やばい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 、こせこせこせ、なんとかなる、なんとかなる。よし、オッケーオッケー。よし、でくしわのね筆でぼかす。私のね流だから。で、私はねメイクがね全然ね、まだアイドルになってから始めただけだから全然ね、短いので、そうメイク配信メイクしながらだけど、参考にするメイクじゃないのに、ね、言っときますね、このメイクいいですよっていう配信じゃないんですよ。そう、ただただちょっとねメイクの時間になるけどごめんね配信。あ、野菜さん、果肉ワンパイさん、ショーン、あ、違う、アドニーさん、おはようございます。こんにちは。来てくださってありがとうございます。そしてね、ショーンさんのね、ファンレベル6に上がりました。ありがとうございます。ツタさん、ここまで喋ってないっす。え、ちょっと待って、私見てないんだよね。ちゃんと、まだ。買ってはいるけど、見る時間がなさすぎて、本当に。本当にね、見てないの。ちょっと待って、後で見ます。ここまで喋ってない、スーちゃんって振られてたの。緊張してるんだろうな、多分。ガクヤンさん、破壊ありがとうございます。おはようございますよ。ね。涙袋は、まあまあまあ、いいでしょう。これで。なんかライブの時はねメイクを濃くしないと見えないのでね、ちょっとだからね、よいしょ、メイクはちょっと今日は濃くしていきますが、そういうことということでね、ライブがあるんだ、ライブがあるからね。でさ、今日ねなおちゃんがねお休みなんですよね。そうなの、気持ちは10人だから。来てくださる方おられるのかな、司さん来てくださる感じかなね、さっき見させていただきましたが、ね、楽しみに待っておりますので、お前ね一緒にお会いしましょう。そして盛り上がりましょうね。ちょっとメイクしながらだからちょっと喋るのがね意外とでも止まらないっていうよいしょ。あー、なんかねラメがねつけるのが苦手なんですよ。みんなが楽しくつけ、あーやばい、つけすぎた。今度はなんでだよ、さっきつかなかったじゃないか。ちょっとこれラメつけすぎちゃった。もういっかん、気づいたら落ちてるよあ、ナナさんおはようございます。ヤッホー、来てくださってありがとうございますね。おはようございます。今日もよいしょよいしょ。エレメンツさんのハンレベルがね8に上がりました。ありがとうございます。よしね、頑張って、よし頑張って、私よいしょ。皆様お昼ご飯食べました？私さ10時ぐらいに食べたからすごいお腹いっぱいなんだよね今。だからお昼ご飯どうしよう。でも食べなかったら絶対お腹すくんだよな。微妙な時間に食べちゃったよ。本当に一気にね、なんかね私の予想してた明日の朝はこれをしてこうしようってやってたやつがね全部崩れたよ別にいいんだけどね、大丈夫だから。よしよしよしよね、昨日本当にもっと早く寝ればよかったよ、びっくりした。あ、ケロロさん、今日の一曲さん来てくださいました、おはようございましたね。あ、ゴトマスさんかな、今日も来てくださってありがとうございます。ハロー破壊王とありがとうございます。おはようございます。でルーシーさんもヤッホー。そしてユキペンさん破壊王とね、ありがとうございます。おはようございますね。来たらラメに切れてたね、ちょっとね切れてました。ちょっとねえ、ダメが言うこと聞いてくれない、ちょっと今日ちょっと喧嘩売ってるな。え、でもね今日さね、寝過ごしたけどなんかちょっといいこともあって、肌がねすごいね私荒れてたんですけどだいぶ治ったんですよ。本当に結構感動した。そう、なんかうん、いい、良い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 、多分隠したらもう全く見えないぐらいに本当に良い、良きだからね。そうだから明るく全然ね気にしないよね、私は気にしないね。ではね、あ、ちょっと待って、パレットの紹介とか、まあパレットの紹介私がしてもなって感じするか、いっか。よし、それではね、まつげ上げていくよ。まつげを上げていきますすごい笑わせてるねえ、ナナさん、あ、アキさんね、自分の腕まで破壊しちゃうのかっけえな
たね。そうですよ、遅刻しなかったらセーフ。よし、ちょっとねまつげあげるからね、ちょっと可愛くないと思います。よし、まつげあげるのはね黙っちゃうわ。あ、ななさん、私も今日寝坊、今日寝坊かわして1時の予定ございちゃったの。受験あるのにって分かります。ななさん本当にね、ね寝過ごしちゃうんですよね人間って。本当にね、ね眠気には勝てない。よしよし、ね、ななさん私も一緒だから大丈夫で、私も今日ね勉強しようと思ってたんや朝。そう、終わらせる範囲ここら辺にしようかなって大体目安つけてたんだけどな。絶望感でいっぱいですよ。よしよしよよしよしよ、ガチでこんなに寝たの久しぶりかもしれない。よ、遅、あ、朝早遅くまでね。まあ寝るのが遅かったからもういい、まあ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 って感じなんだけどね。ね、だから早く寝た日のなんか寝る時間とは一緒なんよ。そう、最近寝てなかったけどね。やっぱ寝ないとダメですね。もうめちゃめちゃ苦労してた肌が一瞬で治りましたわ毎日薬塗ってさ、そう治らないなってやってたのが一瞬で治ったよ。もうやっぱ睡眠大事ですね一番ね。私は学んだよ、寝ることにしました。キャロルさん今日のライブ頑張れた、ありがとうございます。頑張りますね、頑張ります。よし、あ、ひびきさんデコ出しすーちゃんおはようございました。おはようございます、来てくださってね、ありがとうございます。あ、モリリンさんのハンドレベル8に上がりました、ありがとうございます。今日はね絶対にね、そう30分に終わらすよ。あ、終わらすって言い方嫌だな、ちょっと終わらないといけないんだよね。そう、用事があるので。よし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 、皆さんさんおはようございます。ヤッホー来てくださってありがとうございます。ちょっとねメイク配信中で申し訳ない入社しましょね。洋平さん8回ありがとうございます。おはようございます、おはようございますね。今まつげって感じのタイミングです。ひー、やばい、ついちゃうついちゃう、他の場所に。あ、やばいやばいやばい、もう一回。よいしょよいしょ、マスカラ苦手なんですよね私、すごいはみ出しちゃうよ。うん、いいんじゃない。目がだいぶ開いたよ、マスカラのおかげで。洋平さん来てくださってありがとうございます。ツタンさんいっぱい寝る大事とね。そうね、いっぱい寝る大事。そう、皆様もねなんか肌荒れやばいなとかね、なんかしんどいなと思うときは寝てみましょう。だいぶもう治りそうですよ、これは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 つって。でね、今日はねライブだからねまつげをつけてくる。よし、まつげをねちょっとね 増量します。あー、シェドさんね、わかる、優しい優しいよ。よし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 ね、ちょっとねまつげをつけてくから、あんま可愛くない状況が続くと思う。マスク、ちょっと待って、まつげの入れ物毛なんかひび入ってるじゃないの。よし、すーちゃんの洗い方ほんと好きって、ななさんありがとうございます、嬉しいなり。よし、ちょっと待ってね、まつげつけたいんだけどさ、すごいまつげ取れない。あ、やばい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 、あ、やばい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 、絶対これ無理だな。よしね、まつげどう、あ、やばい、取れちゃう取れちゃう、もうダメだよ、もうしっかりしてマスカラ、あ、違うねえ、しっかりしてねえ。デコスーちゃんとね、いつもメイク配信の時デコめっちゃ出てますよね私。夢石鹸さんおはようございます。ロバさんおはようございますね。よし頑張れ、行け。やべ、まつげが言うこと聞いてくんないよ、嘘者のまつげが。喧嘩売られてるよ私今まつげに。そう、昨日はね準備満タンでえらいえらいだったのね。昨日準備満タンだったからかなねえ、ちょっとまつげが、あ、ひろさんさん今日公式打ち合って恵比寿来てくださるんですか。お待ちしてますよ、待ってます待ってます、見つけます見つけますね。公式の方の打ち合わせですね、了解しました。よし、ちょっと待って、もう手でいこうかな。やば、本当に今日うまくいかないんだけど、どうした。そう、落ち着け、動揺するな、動揺したらまつげ、この嘘物まつげのもう思うツボだから。ひ
あ、やばい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 、一回回収回収、やばい、使わないよ今日。ねえ、よくないね。ようへいさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。ちょっと待って、まつげが言うこと聞かないよ。今まだ一個も話してないよ。ちょっと待って、つけすぎた。よし、心霊なんて言うんだろう、その、なんか私漢字読めないんですよね。ちょっと、よいしょ。あ、ルーセさん、今日も水色のペンライト振ってくださるんですか、ありがとうございますね。今日も振ってくださるということでお待ちしてます。よし、なら見つけちゃうぞ。ちょっとね、左から行けばつく説。え、ついたと思ったら手についてた、悔しい。思う粒じゃん。ひぃ、つかないんだけど。おこだよねえ。平瀬さん、今日もね元気いっぱいです。今日も元気いっぱい、皆様もね元気にできたらよいなと思います。ねえ、つかないよ、どうしよう、皆様。ねえ、つかない。ねえ、困ったよ、やばい、まつげの思うツボですよ。ねえ、まつげの思うツボ。配信を消しようと、頑張る、どっちよって、どっちも。え、この話じゃなかったっけ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし。あ、ルーシーさん、おめえパチ、そうなんですよ。シドさん、おはようございます、おはようございます。本当にまつげの思うツボに入ってるよ、今。ね、嘘物まつげの。私はそんな手には引っかからない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。よし、くっついた、くっついた。ちょっと長いな、あとで切るか。ちょっと長すぎた。でもなんか見えると思う、存在感ね、いつも。あー、やばいやばい、ちょっとなんかうまくいかないな今日。やばい、喧嘩売られてるよみんな、やばいよ、まつげに喧嘩ね売られてる、やばいやばい。そう、本当にね喧嘩売られてるんだけど。よし、次こそはね、一発でいきたい。うまい時一発でパンパンワーワーワーイエーってなるんだけど、今日本当にうまくいかないんだけど。お、いいんじゃない？ちょっと。イジイジして。よし、こっち早かった。よし。うん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 。ね、つけまじゃないんですよ。なんか一本一本、あ、つけまか。エクステ？違う。なんて言うんだろうね、これ。わかんないけど、なんか一本ずつつけるやつ。そう、私がつけましたらすごいさ、なんか。ね、なんか年が分かんなくなっちゃうから、これだったらまだね大丈夫なんですよ。つかない。なんかね、多分ね、この挟むやつがねすごいノリがついてるからだろうな。あー、やばい、手がブルブルするよ。やばい、時間ないよ、そんなないよ。あ、来た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 。よし。土さん、おはようございます。ねえ、ちょっとつけまと喧嘩する中学生とね。おとさんのファンレベル5に上がりました。そしてありさんのファンレベル12に上がりました。ひいさんのファンレベル5に上がりました。あちさん、今日仕事なの、これから。うわ、頑張ってください。ねえ、でも23日来てくださるんですか。お待ちしてますよ、お待ちしてます。ねえ、楽しみだわ。よし、こっち行くよ。皆さん応援して、頑張ってって。元気出るかもしれない、まつげが。本物の方のまつげが元気出るかもしれない。あ、やばい、なんかすごいこっちのまつげが上がってないのかね。ほんとそうだよ、ルーセさん、まつげの思うつぼに入ってるよ、嘘物まつげの。ね、やばいやばいやばい、私はそんな女にはならないわ。よし、あ、つかないな。ついた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 。よし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 、ついたよ。
からね、ヒロさんさん優しい。そう、前からね、私がねアイドルになってから考えたらすごいメイクまだできるようになったんだよ。ほんと3ヶ月前はメイク初心者だったからね。だいぶまだいいんじゃないですか。新陳代謝は電車って覚えとけ。電車了解したね。電車だって本当によし、こっちのねまつげはうまくいったね。まつげにね勝ってるよ。今このまま勝っていきたいところよ。よしよしよし、うん。ピーヨコちゃんマンさん来てくださってありがとうございます。新婚旅行どこ行きたい？ハワイ島と。私結婚するの？結婚しない私はねまだ義務教育だから結婚できないんですよ。よし、あ、いいよいいよいいよ。おー、見て見て、一発一発ふー皆さんおはようございます。てくださってごめんなさいね。今皆様ね、今来た方々みんなもう一斉に何してるんだろう状態ですよ。私が今日はちょっと本数少なめでいいかな。今日は4本ぐらいで。あ、いいんじゃない。あ、よくないね。いいよいいよいいよ。このままくっついていただければね、ありがたきって感じでございますね。本当にね、今来た方々申し訳ございません。必死にまつげをつけている状態っていうね。よいしょ。いや、これこれかな。そのまつげ、よし、大勝利ついたよ。みんなまつげがね4本両片方にね増量しましたねえ見えるかな。あー、でも本当はここ1本つけたかったな。けどもうなんだろう、めんどくさくなっちゃったよ。だって喧嘩ってくるんだもん、まつげが。ねえ皆様、私は勝ちました。ルシさんのハンレベル16に上がりました。ありがとうございます。よし、ではね急いでアイライナりゆうこちゃんマンさん、昔の新婚旅行は熱海温泉。熱海温泉なんか温泉ですか。いいな温泉。私温泉行きたいな。温泉に入りたくなってきたよ。最近入ったな、どっかで。どこだったかな。私温泉すごい好きなんですよね。よし、オッケーオッケー。山田さん50カットありがとうございますね。ちょっとねあんま早くないからちょっと急がないといけんのよね。え、響さんありがとうございます。お時間教えてくださって。よいしょよいしょ。ねえ、お腹いっぱいの状態でもお昼ご飯食べないといけんから。うん、まずほらアイラインもね引けたよ。でこっちもなんかちょっと待って、まつげなんかのまつげとさ、なんかすごいノリか、ノリとまつげがくっついてるよ。下まつげがなんかすごいってというかね、目があーってなるからさね。今日テンションおかしい自分、いつもだけど。最近ね、アイライナーのねなんか拭き方がちょっと上手くなって、自分衝撃的素敵。よしよしよいしょ。あ、やばい、跳ねすぎちゃった。よし、こすれこすれ。できたーね、できたよみんな。メイクができたよ大体ね。メイク完成とともにテンションも上がっていく本当にね、いつもそれだよ私も。あ、やばいやばい、本当にやばい。ノリがねここにくっついてるのが問題なんだよ。ほら下まつげ嫌がってるじゃんもうね。よし、ではね、だいたいね、メイクができました。よしだ
ハヤトさんかな、お名前が読めないわ。かな、合ってたかな、間違ってたらねすいませんって感じなんですけど、よし、だいたいねメイクがね終わったのでね、うん、良いんじゃない、良いんじゃない、うん、メイクパッチリって感じでね、よし急いで急いで、あと4、3分で前髪を、前髪を、よし。で本当にね皆さん今日全然コメント読まなくて申し訳ない。ケイさんね、破壊音来てくださってありがとうございます、おはようございます。よしよいしょ、ま、えっかみを切りすぎた、全然大丈夫。メイ、ルシーさん、メイクは誰かに教えてもらってるの？とね、教え、一番ね教えてもらってるのはね、なおちゃんですね。なおちゃんからよく教えていただきますよ。よいしょよいしょよいしょ。ヒョンさんのハネは7に上がりました、ありがとうございます。したらですね、よし、くっつけて。皆さん、すーちゃんオーディションの時よりめちゃめちゃ垢抜けたよねって、ありがとうございます。やったぜね、本当にね、私も自分でね、なんかだいぶ垢抜けた方なのかなと思いながらやっぱ、ま、なんか前髪抜けたね。そう、前髪はもうできました、増量増量ね。あ、皆さんパチパチありがとうございますあ、熱帯温泉じゃなくて熱海温泉なのすごい間違ってんじゃん。キロロさん、おはようございますね、来てくださってね、だいぶね、眉毛めっちゃ動くんですよ私ほらこれでもさ、笑ったら私すごい8の字、なんか昔からねすごい8の字眉毛にはなりやすいんですけど、なんかね本当に私の眉毛本当に動くんですよね。よし、うん、良きんじゃない、良くないね、もう一回と。本当にこれ皆さん本当にこんな眉毛動かないもんなのかな、私だけ、そんなことないよね、みんな眉毛でお話できるでしょね眉毛でお話ね、本当に眉毛動かすの特技にしようかな、本当にすごい動くんですよね。よし、オッケーオッケー。ね、マルルンさんがね褒めてくださって、自分可愛いんだけどなと、ありがとうございます。でもね今日はねライブだからね、すごい派手にしとかないと、もうね何もしてないように見ちゃうから、なんか照明とかでいろいろねパッてなくなっちゃうから。ケロルさん完成と、そうですね、前髪をやったら大体ね完成でございます。まあよし、よしよいしょ、まだね時間はあるのでね、この後も大丈夫なんですけども、配信はね30分ぐらいまでにしたいなと思っております、所存でございます。よし、デコが本当にひどいのはびっくりする。よし、串をねさっと通して、やばい前髪ちょっと傾いてる、あ、そうでもないかな、配信で見たらわからんな、でもなんか鏡で見たら曲がってる。頑張れよ、まっすぐ生きろよ、まっすぐ道を踏み果たさず頑張って生きろ前髪。よし、あー、まあもう道を踏み外してるよこの前髪は。まあ、まっすぐ行きとけ、頑張れ、あーあー、まあいっかねえ、もういいや、大丈夫大丈夫、大体大体ねえ。あ、奈々さん、高猫の低身長コンビすごい好きだ、ありがとうございますね。奈々ちゃんはね、私とね153だったから、奈々ちゃんがね、私が148とね5センチ差なんだよね、意外と大きいよね5センチ差って、本当に身長が伸びないね。もう最近測ってないから、もしかしたらめっちゃ身長伸びてる説、150入ってたりしてないな。なんか身長高くなったねって言われない限り多分ないだろうなね。150には入りたいよ身長ね、身長でもこれでもさ、私お姉ちゃんいるんだけど、お姉ちゃんより身長高いからね、これでも、よいしょ、よし。あ、レスティンさんのハンレベル10に上がりました、なのでね破壊されたに入ってくださいました。え、ちょっと待って、あ、レスティンさん、クマさん投げてくださってるじゃん、ごめんなさいね気づかなくて、ありがとうございます、クマさんいただきました、やったー、ありがとうございます、ペコリンペコリンと、ありがとうございます、クマさんいただきましたよ。あ、ちょっと待って、めっちゃまつげくっついてるって、本当にさっきから。金魚さん、ハートたくさんありがとうございます、ハートありがとうございます。ではね、前髪が大体できましたね、よし、オッケー、なら、なので歌を歌って今日は終わりにしようかなと思いますね。もう大体ができてたらいいんですよ、大体。あ、もうよくない、いいよいいよよし、それではね。
あ、奈々さん中3の春にやっと550行ったよって。本当にね、やっぱね、せって長いんでもね、いいな、150いってるじゃないですか。いいじゃないですか。ねえ、あ、ねえ、中山きんに君は、あの、胸筋でね、はい、ルーレットしますけど、私眉毛ルーレット。ちょっと待って、片方ずつは難しいな。ちょっと、ま、頑張ってみようかな。特技にしたいな。あー、片方ずつは難しい。どういう、ねえ、筋肉使えばいけるんや。あ、アウトライブさん、FSDN さん、今日も来てくださってありがとうございます。そして、立林さんもありがとうございます。モンドお仕事してらっしゃるのですね。今日も来てくださってありがとうございます。よし、接続、合体。よし。ねえ、ほんと、前髪とよく会話をします。ね、朝も毎朝やってますよ。ねえ、あきさん、すーちゃんのメイク配信、参考にはならんけど、とにかくおもろいと。ありがとうございます。元気出ます。今日はね、何歌おうかな。なんかテンション上がる曲がいいですよね。テンション上がる曲でもなんか歌いすぎちゃってるんだよね。ちょっと歌いすぎちゃってるから。よし、日本語がおかしい。よいしょ、どれにしようかな。決戦スピリットにします。決戦スピリット歌います。カズボンさんおはようございます。そしてさえ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 さんもおはようございます。来てくださって。そしてヒーさんのファンレベルがね、6に上がりました。ありがとうございます。それではね、今日ラストにね、決戦スピリット歌って終わりにしたいと思います。ちょっと水飲みます。それではね、決戦スピリット歌いたいと思います。配給のね、曲になったやつです。あ、メラですか。でメラね、あのね、なんか C メロ歌えないんですよね。すごい好きなんですけど、あのね、メラはね、すごい私の中で思い出残ってて、なんか3年生送る会、私生徒会をねしていて、前話したかな、3年生送る会すごい力を入れていたんですけど、それでね、なんか私のね、友達の子がね、すごいダンスがね上手くて、本当にね、私のね尊敬する人一人、あのその子なんですけど、ダンスの上手さ半端ないの、その子。そう、同い年なんだけどね。それでね、本当にね、その子のダンスはね、見ていてね、なんかね、華やかなんだよね。目が行くんだよ、その子に。そうそう。でね、メラをね、なんか本当にね、なんかあの3年生のために踊ってたんですけど、本当に好きすぎて、本当になんかね、なんか何人かいたんですけど、本当に上からね、私は照明を当てながらずっと見てたんですけど、あの生徒会で照明係だ、照明してたから、その瞬間好きだった。本当にやばかった。よし、それでは決戦スピリット歌います。よろしくお願いします。あ、そうだね、そうだね、ありがとうございます、マルルンさんね。ラスト歌って終わ…そうだよ、もう なしでいっか。よし、歌います。ちょっと時間がね、あんま良くないので。それではね、決戦スピリット歌いたいと思います。よろしくお願いします。ノリノリで見てくださると嬉しいでございます。今日ね、ライブ頑張るということで、決戦スピリット歌って頑張ろうと思います。もう今日はプレッシャー、それが落ちた神様の助けはいらない、エゴイスト、それがどうした、勝ちたいに理由などない、挑まずにはいられない、体育祭も振り切ってけ、現状の限界乗り越えろ、チャンス全力をかけた、怯えることない、確信へ変われ、高く高く高く舞い上がれ、味わった敗北の傷は涙やって、花を咲かせる、諦めろと笑えばいいさ、そんな言葉僕は知らない。それも楽しめ、道場に付き合う気はない、ニアリスト勝手にしろよ、パン狂わせ壊してしまえ、このまま燃え尽きたって、恥じることない生き様、感情の高鳴り力に変えてけ、勇敢な心、全身あるのみ、
パンキンといで、あがけあがけあがけ、つかみ取れぶつかって、受けて渡って、膝の傷勲章になる、息があってのバカにされても勝利掲げ、僕は生きたい。風が背中を押す、宿れ青い炎、時代を作れ粉塵、頂上へ誘う道。あ、ゲルルさん、配給の曲、この曲そう、私すごい好きなんだよ、この曲。頑張ろうと思える、挑まずにはいられない、最強の最前線、戦場の均衡打ち壊せ、レディゴ、逆境の嵐、恐るるに足らず、喝采を浴びて、強く強く強く、よくあれ味わった、敗北の傷は涙ぎゃって、花を咲かせる、諦めろと笑えばいいさ、そんな言葉僕は知らない、息があってのバカにされても、勝利掲げ、僕は生きたい、敗北を知り、花は咲く、不可能と笑えばいいさ、そんな言葉僕は知らない。ありがとうございました。チコイズハニーワッツさんで決戦スピリットでした。ありがとうございました。お父さん、配給好きなの一緒、私も好きだよ配給。本当にね、決戦スピリットはなってね、水泳をね本気でやってた人なんですけど、そのね試合前に聞いてました。頑張ろうと思えるからね、この曲は。ツッチーさん、ルーチェさん、金魚さん、ツさん、そしてレスティさんかな。ありがとうございます。楽しく歌うことができました。ありがとうございますね。それではね、ライブランキングに参りましょうね。今来てくださったごめん方、ごめんなさいね、もう終わっちゃうんですよ。13位モーリー兄さん、12位302さん、11位エレメンツさん、10位金魚さん、9位ママさん、そしてね8位がごめんなさいね、田中さん、7位が立林さん、6位ヤッチさん、5位アリさん、そして4位がアキさん、そして3位パパパさん、2位レスティさん、そして1位ルーシェさん。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。マー君さん、ヒサポンさん、ね、来てくださったのにね。ねえ、ごめんなさって。また練習さんも来てくださった。ありがとうございます。破壊音ね。そうです、今日ちょっとね、ライブがありますので、今日はね、もう配信は今から終わるんですけど、本当に皆様来てくださってありがとうございました。後ほどね、ライブでお会いできる方をお会いしましょう。お待ちしております。それではね、皆様ね、今日もあと半日ありますが、楽しく今日も頑張っていきましょう。それではバイバーイ。